今週気づいたこと。ジジジラフさんが、ごめんごめん、ネイティブなんで、つい英語が、キキキリンさんが、亡くなって、俺すげえ好きなやつ、このジジジラフさんって。もうジジジラフさんが今後さ、なんかこう、すっと使えなくなるっていうだけでも、キキキリンさんがもう亡くなったことがもう惜しくてしょうがないんですけど、キキキリンさん亡くなって、いろんなワイドショーとかでコメンテーターの人とかがいい人だった、優しかった、こういう人だったみたいなこと言うじゃん。あれを見るたびにさ、ちょっと違和感感じるのは、俺実際会った時にビビってたから、お前、すごい近い人は別だよ。その、浅田美代子さんとか、小林亜生さんとか、すごい近い人は別ね。そうじゃない。普通の、こう、ワイドショーコメンテーターみたいな人たちが、お前本当に生きててもそのトーンで言えたっていう、なんか、キキキリンさんを、この番組の前のプロデューサーで、で、まあ、昼間の番組も、プロデューサーだった、池田隆夫っていう。今はなんか TBS の地下15階にある、原稿用紙にびっちり TBS っていいなっていう歌を書いて、で、帰るときにそれをシュレッダーにかけるっていう重要な今仕事をしてるって聞きましたけれども、ね、その、池田プロデューサーが、なんかで、多分キキキリンさんをしくじった。これ多分、プロデューサーの池田が悪いことで多分しくじったんだと思うの。それで、そういう経験があってから、昼間の番組にキキキリンさんが来てくれることになったもんだから、なんかこう、必要以上に失礼がないようにってことをすごい言われたわけ。で、だから、俺その昼間の番組にキキキリンさんがいらっしゃるときに、ちょっとビビってるわけ、最初。ね。なんだろうね。みんな、そのいい人でしたみたいなこと言ってるけど、いい人だよ。俺にとってはすごい優しい、結果的に優しい人だったけど、聞くに偏屈だったりとかもするし。ね、するらしいし。ましてプロデューサーの池田曰く、曲がったことをしたりとか、間違った対応をしたら、おむずかりになるということだから、すげえビビってて。で、もうあまりにビビっちゃったんで、その、スタジオ入った、生のスタジオ入った途端にもうビビってるって言っちゃった方がいいと思って、その、プロデューサーの池田があまりに脅すもんだから、すげえビビってるって言ったら、それがその元来のその天の弱っつうのかさ、言う通りにやるのが嫌な性格っていうのかで、えらく優しく対応してくれて、ありとあらゆる質問に答えてくれて、で、今思えばなんだけど、俺がそれでちょっと調子に乗ったっていうか、その、一筋縄じゃいかない人っていう印象をこいつすっかり拭いやがったなって思ったんだろうね。生放送の途中に。そのゲストコーナーには朝の番組だから、提供スポンサーがついてて、コーヒーのメーカーがついてて、で、その、ゲストとこうお話をした最後に、そのメーカーの商品を、コーヒーギフトを、お土産にお持ち帰りいただきますって締めるの。もうそれは普通にご挨拶として、ゲストの誰々さんにはコーヒーギフトを差し上げますって終わるわけね。で、普通に CM に行くところでもう安心しきってコーヒーギフトを差し上げますってトーンで言ったら、いらない、そんなのいらないって嘘ーんってなって、これね、しまったーってなって、で、バタ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 みたいなね、そんなひねくれたことをおっしゃってなんつって CM 入っちゃったらね。で、その後もうさ、なんつうの、その顔、やったったっていう感じの顔とかが、なんつうのかね、その、いたずらっ子的な感じで、もちろん、それが、じゃあ、キキキリンさんがまたゲストで来てたら、そのこと言えるかって言ったら、いたずらっ子みたいな顔してとは言えないよ。言えないけど、そんな、感じの、人だったもんだから、なんか俺の中でやっぱり、そら一筋縄ではいかない人だっていう意識があるから、なんかみんなさ、
あの、コメンテーターの人が、まあ、いい人でしたね、みたいなことを言うと、おそらくキリンさんが目の前で いい人でしたねって言われたら、15分ぐらい多分、そうじゃないって話になると思うね。その、いい人っていう言い方は何なのかしらっていう質問をすごいされると思うのね。そんなことを、考えながら、昼間の番組では、ジジジラフさんはすごい言いたかったんですけど、やっぱ午前中からジジジラフさんはねえなと思って、で、あんまりに緊張したと、キーで言おうか、ジーで言おうか迷ったあげく、ケケキャメルさんっていうもうわかんないやつも出ちゃいそうだったから、そうそう、誰だかわかん、キャキャキャメルさんはもういないやつだから、だからもう、そんなで、まあ、深夜は言おうと思って、ね、その、追悼の意味も込めてジジジラフさんを言っていこうと思って、ね。そんな、月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力から。ニュースでも切りますか。今エンタメを切りましたから、エンタメはもう切り終わりましたからね、ニュースをじゃあ切りますけど、イグノーベル賞ってあるじゃん。毎年イグノーベル賞が発表されて日本人の受賞者がみたいな話するじゃん。俺がこのイグノーベル賞っていうのを最初に知ったのは、多分バウリンガルっていうその犬の言葉を翻訳するおもちゃみたいのが出た時に、多分そのイグノーベル賞みたいな話になって、でその時のトーンではすごいジョーク寄りの賞だと。それでそのバウリンガルっていうのも、なんだろうね、ジョーク寄りのおもちゃで一理あるけど二理はないみたいな、ね、あの嘘じゃないよっていう、嘘じゃないで作ってるけど本気にされても困るぐらいの位置で、で出てたような気がするんだけど、年々もうさ、イグノーベル賞の栄冠に誰々が輝いたっていうトーンがすげえマジになってるような気がして、でちょっと勝手に細かいことも知らずに心配するのは大丈夫なのっていう、本番のどこかわかんないところで、イギリス多分ヨーロッパみたいなところで、本番のそのイグノーベル賞の表彰してるところで、いや日本人なんかマジになっちゃってるよみたいに思われてないのっていうのがいつも思ってて、エアギターの時も思ったんだよね。そのエアギター選手権を大の字の大地くんが取った時のトーンと、それを狙っていろんな人がこうわーって来るようになった時に、それ大地元で日本人熱くなっちゃってるけどっていう、ちょっとシャレの、本当はギター持ってないのに弾くやつの面白いやつで、日本からデブッチョ来て、あの虎の柄のサマーセーターを着たデブッチョが来て弾いて以来、なんかえらく熱くなってんのいるけどみたいになってないっていう、岡山県の桃の種飛ばし大会にチュニジアからだけはすげえやつを送り込まれて、でそのトップになったらもう冠類したりとか、これあのインタビューしてチュニジア語の通訳もいないかどうしようって思いながらインタビューしたら、これの特訓で弟は死んでいるって話を始めた時の岡山の人の嘘ーん、そんなのではないんだけどっていう感じみたいにはなってないのかっていう、俺の少しこう心配がずっとあるわけで、今回もだから俺の中では報道ステーションの真ん中でやることなんみたいな、このイグノーベル賞どの温度でやってるのかを一度確かめた方がいいの出話感がずっとあるわけですね。で今回イグノーベル賞に日本人で輝いたのはって言ってるニュースがあって、それは大腸の検査を、よく横に寝てやるんだけど、それ大腸の検査のその内視鏡みたいのを入れるのが実は横に寝てやると結構不快だと、座でやった方が、座って入れた方がスムースに入るっていうことを私が自ら試して論文にまとめましたっていう人がどうやらニュースを見たら受賞したらしい。でもそのイグっぽさっていうのは、そのイグっぽさは恥ずかしいっていう、その何、後ろ向きにあのくの字に曲がって寝て肛門に何かを入れられて、多少何かがこうその曲がったところに
大腸の曲がったところにパーツの曲がったところが当たってうっつってなったとしても、その顔を見られてないけど、向かい合わせで入れて違和感があると、どんな顔してればいい大腸に物がスルスルと入っていくときにどんな顔をしてればいいかがいまいち多分決まってないじゃん。大腸にスルスルと器具が入っていくときの顔が決まってないから、教わってないから、恥ずかしいっていう理由も含めて、うちの病院でもほぼほぼやってないみたいな、その流れでイグノーベル賞取ってた。したらなんか他にも取った人一覧とか取った項目一覧みたいのがあって、なんかそのいろんなのが書いてある中に一個切手を使ってね、それも日本人だと思うんだよね、ちらっと名前見たら、イグノーベル生殖医療賞って言ったから、切手を使って夜間にペニスが立つかどうかを調べた論文みたいな。すっげえ知りたくない？それの使い方みたいなね、それの使い方どういう風にやってるのっていうのすっごい知りたいんだけど、なんでさっきの大腸検査は罪では取り上げてるにもかかわらず、この切手を使って夜間にペニスが立つかどうかの受賞は取り上げねえんだっていう。何ですかね。僕も、人間って想像ついちゃうとなかなかボケられないもんだなと思うのは、きっと、ポコチンの、その、祈祷と、竿の部分の間に、平常時の祈祷と竿の部分の間に、切手を多分貼るんだと思うんです。見返り美人を。見返り美人を貼る、高額なやつを貼りますね。見返り美人を貼って、朝起きたら見返り美人が破けてた時に、一回立ってんなっていうことだと思うよ、本当に。多分そういうことでしょ、きっと。一回立ってるから、要は見返り美人が長くなってたりとか、破けてたりすることで、その、中島誠之助がもう勝ちないと。まあまあ実際には中島誠之助じゃない切手担当のおじさんがいますけどね、これもう全く価値がねえんだっていう、明治の初期の2円切手っていう、幻の切手を、立ってない状態のボコチンに、祈祷と、その、竿のところにまたがらせて貼ったやつが破けるかどうかだと思うんですけど、おそらく切手のギザギザの部分で、仮首をスーズーズーってやる実験ではないと思うんです、僕だって。多分おそらく正解の方が思いついちゃったから、もうどうしようもないんですけど、それだと思うんですけど、それをやっておけば気軽に、一回破けてるっていうことは昨日夜、カルボッキしてますっていうことがわかるっていう、ねことだと思うよ。なんかその、チンチンを、GoPro みたいなカメラをチンチンのそばに置いてずーっと撮って、中にその一晩中ずーっと通ったタイムラプス映像だっけ、チャカ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 っていう映像を撮って、それを、専門家に見てもらうのに切手を貼って出すって話じゃないと思うんだよ。そうするとそれは切手を使ったやつじゃないですから。あとはその実験したやつがボコチンがノリで被れてねえのかっていうのと、あとなんかわかんないけど、切手をペロッと舐めて貼るときに、ボコチンをペロッと舐めてる感じがするのか、これから貼ろうって時にペロッと舐めてる時になんかわかんないけどポコチン舐めた感じがしちゃわないのかみたいなことに興味があるのと、立ってはいないけどカウパーで破けてないのかっていう、それとかはちょっと本人に聞いてみなきゃいけないんだけど、それを英語でスピーチする感じとかも含めて見たかったんだけど、誰を取り上げるみたいな、でもあんのかね、その対象みたいのがあんのかね。他にもなんかいろんな項目があって、なんかパンダのうんこで生ゴミを分解するにはみたいなんだけど、それのなんていうの、上駆動が全然、上駆動を一回整えたいって俺は思ってんのね。それの整え方がわからないから、まあまあ、その英語とかをマスターするとわかるようになるんだろうけど、なんかその実際のテレビで取り上げてる映像の中でも、スピーチをしてる途中に、なんかスピーチの時間っていうのは何分って決まってんのに、その時間をオーバーすると、女の子が来て、超投げ、もうやめて、お願い、やめて、お願いって言うっていうジョークがあるの。それはなんかその、タイムキープの、普通はお時間あと何分ですって言う代わりに、その定番の女の子が出てきて、それで、その、警告のために嫌な顔をするっていうギャグとかが入ってるらしいんだけど、それもなんかそのニュースのトーンと繋がらなくて、
あとあと、その女の子に、性癖のせいで、その女の子に怒られてる、嫌な顔されてることに興奮して、見返り美人がビリビリに、お前発表の時にも貼ってんの、ボコチンに。そのこと、ね、ニュースを切ってやりました。それ以外に今週はニュースがなかったんだよ、一切。ペンギンリサーチでワイルドブルー。切手のやつは外国の人らしいわ。外国の人が、俺の思ったやつ違ってたわ。おちんちんに、平常時のおちんちんに、横のぐるりで巻くらしいわ。ぐるりで巻いて、で、それが、それ破けてたらか、外れてたらかわかんないけど、それが、その、一度フル勃起したっていうことの証拠。らしいんだけど、どっちにしてもまあまあ、で、それがさ、最終的にどうなっていくみたいな、その、ノーベル賞で名前がついちゃってるからさ、なんかちょっと、ノーベル賞でしかも、その、ニュース番組で取り上げるっていうと、すごい、こう、価値が高い感じになっちゃってるけど、なんかね、どれぐらい前かな、おそらく、90年代のケツぐらいに、大学の先生たちが、鳩を訓練して、ピカソとモネの絵画を、鳩が区別できるようになりましたっていうやつで撮った気がするの。撮ったと、お前記憶違いかもしんないんだけど、それが多分90年代のケツだと思うんですよ。だからそうするともう20年以上経ってるんだけども、それが何かに今役立った感ってないじゃん。なんかその先の鳩が、ポーポーポーっていう、なんかこう、ね、で、贋作を、何かわかんない、掴まされた、自分が贋作掴まされたっていう時には、鳩のところに持ってくと、ポー、鳩すげえことになってんな、それ。もはや鳩が取るね、そうするとね。っていう感じはないから、だから、もう、要するにその時笑ったらおしまいって話じゃねえのか。ただ困っちゃうのはほら、それ以降それを目指す人とかもいるから、ね、その伝統になっちゃってるから、それ以降すげえ目指してる人にそんなふざけたもんじゃないって言われちゃうと、まあ、俺はほら、どうでもいいから、ね、すごいどうでもいいやつだから、おちんちんっていうことを見つけちゃったから、ね、おちんちんに切手を貼っている大人がいることを見つけちゃったから食いついてるだけなんで、そうやって謝るわ。ごめんね。すごいごめん。ジャンクその切手の実験何人がかりでやったかわかんないけどさ、もうさ、じゃあ平常時にまず巻こうなんつって夜こう巻こうとしたらさ、もうわかんないけど、月に狩りが今狩りに巻かれてるっていうことにもう大興奮じゃね、ビビビビビビお前はもう切手を貼ろうとするとフル勃起しちゃうなっつって外されてるね、ミカエル美人がっていう助手君もいてほしいな。実際は。まあ、本当に真面目な研究だって言ったらもうこっちは謝るだけだけど。ごめんねっていうだけですけど。今週は、あれに行きましたよ。荒川遊園っていう、俺のその、地元の遊園地。あれ、区立かな？多分区立だと思うんだよ。荒川遊園地っていう、ところに行きまして。もともとはね、荒川車庫に無料スタンプがあるっつって、先週行ったんですよ。先週、荒川車庫と、うちのその、実家のそばでは、荒川車庫と、田端の駅のそばの、田端文史館っていう、なんか田端にいたことのある文豪についての、博物館、美術館みたいなやつの両方に、無料スタンプがあるっていうのを聞いて、で、出かけたら、たまたまその都電の荒川線の、ちんちん電車の、スタンプラリーをやってて、で、荒川車庫行って、したら荒川車庫の、
スタンプどこにあるんですかって聞いた、おじさんとも俺より年下だろうな、お兄さんが、職員の人が、ラジオを聞いてる人で、スタンプラリー来てくださったんですかつって。で、ありがとうございますつって。で、こちらですつって、そのスタンプラリーのやつを押して、どうもありがとうございましたってまた聞いてくださいって去ろうと思ったら、20分前だったら、実は向こうのふれあい広場っていうところに展示してある昔の、まだワンマンだった頃の都電の、電車、展示用の電車の中に都電のスタンプが、そのスタンプラリーじゃない、いつもある無料スタンプがあったんですけどねって言われて、あ、そうっすか。で、さらには、田端分子館だ、分子村みたいな名前ついて、そこは、Google で検索したら、5時で閉館って書いてあって、で、その時点で、4時過ぎぐらいだったのを、チャリをものすごい飛ばして、4時35分ぐらいに着いたと思ったら、入館は4時30分までって書いてあって、そこのハンコも押せないっていう屈辱の日があり、で、それをもう一回押し直しに行こうと思って、荒川区に行きました。で、その荒川区で、荒川遊園の前を通って、だそこにもそのスタンプラリーの方の、スタンプがあったんで、惜しいの。ちょっと懐かしいんで、荒川遊園地入ってみようかな、つって。僕の子供の頃の、荒川遊園には僕はすごい思い出があるんですけど、考えてみたら、平成9年ぐらいに大リニューアルをしてすごい綺麗になってるんですよ。で、それまでは僕の中ですごい錆びれたっていうか、取り立て、わざわざ行くようなところではなかった。では、幼稚園の時に、自分の幼稚園には、園庭っていうか、幼稚園に校庭がなかったから、その荒川遊園までみんなで行って、そこで運動会をやってた。で、荒川遊園地のその広場っていうのは幼稚園の運動会をやるところで、で、小学校の低学年の時は、写生会をそこでやってて、一応、文言引っかかったんなら、ドピドピみたいな話もする。もう今更だよね、それはね。じゃあ、しない。なんか、オープニングから25分ですごく、カウパーの匂いのする番組になってるから、じゃあ、それはしないです。チンチン電車の時だって、一度フルボッキの話に戻せるんですよ。でも、こっちは健全な番組だから、チンチン電車イコールボコチンの話に戻してるんじゃ、何をその男性器の話ばっかしてんだってことになるんで、やってませんから。その辺はちょっと分かってください。チンチンの話ばっかり。昼間全然チンチンの話しねえのになんていう、講義は受け付けませんから、ね。で、その、小学校の時は、チャボとか、いて、ヤギとチャボと、何がいたかな、まあまあ、いて、寂れた遊園地で、で、写生会をやったりとかしてて。で、もう3年ぐらいやっちゃうと書くことなくなっちゃうから上野動物園行くみたいな。上野動物園に行って、もうちょっと、いろんなもん書けるようになるみたいな。で、最後の思い出は、高1ぐらいの時に、もう学校行きたくなくて、たまに荒川遊園地行くと。で、荒川遊園地行って、これは今では時効なので、時効なので、いいっすよね、みたいなこと言うと、またなんか、角を立てる人がいるんで、嘘ですけど、フィクションです。完全な、そんな病んだ子はいませんから、フィクションですけど、自分が今まで写ってる写真が全部嫌になって、荒川遊園地に持って行って、学校に行かないで、その写真を持って荒川遊園地に行って、ちょっとずつ荒川遊園地の、ヤギに、自分の過去撮った写真を、自分の写ってる写真を食べさせるっていう、運動が僕の中で起こったっていう、どうですかこのストーリーは小説にしたらどうですかそんな気持ち悪い人はいないっていうことでボツですけど、これ完全にボツですけど、そういうとこ。俺の中での荒川遊園地っていうのはそういうところなんです。ところが、その平成9年の大リニューアル後、割と手軽に行ける、お休みに肩肘張らずに行けるちっちゃな遊園地的スペースとして、なんかこう受けてるらしくて、行ったらすげえ混んでんの。その荒川遊園地、それも親子連れで、ものすごい混んでて、100円とか200円ぐらいの入場料、だって乗り物券みたいなの買うんだけど、まあまあすごい小切れになってるから受けてて、思うと、俺そのリニューアルした直後ぐらいに、
今の神さんと一回行ってみようかつって行こうとして、その日がお休みだったから入らなかったって思い出だけが出てくるんだが、俺リニューアルしてから一回も行ってねえんじゃねえかと思って、で、中入った。で、何か思い出すんじゃねえかっていうね、今の嫌なやつだけじゃ荒川遊園地があまりにかわいそうだろう。俺の覚えてることがそれだけっていう、小学校の時の写生会の時も、俺は絵がすごい得意だから、その、割と薄暗い、その飼育小屋の中に、割とぎゅうぎゅうに、鶏がいて、じーっとしてる感じわかります鶏がじーっとしてて薄暗い感じのところで、絵を描くって決めて、鶏の絵を描いてたんですけど、僕その時、おじいちゃんの趣味で家で鶏を飼ってたんですよ。同じ茶棒を飼ってたんですよ。ね。だから家でも鶏見て描けるから、荒川遊園地で仕上げないで、荒川遊園地で大雑把にその描いてから、家で、その家の鶏を見て清書したことを、なぜか岩田くんに、それは違う、不正だっていうことをすごい糾弾されて、提出寸前の絵をみんなの前で泣きながら破くっていう。まあ、このように遊園地とは名ばかりの自分、もう俺の問題だろ、これ。これ俺の問題だよね、おそらくね。別に、その、遊園地側の問題じゃなくて。で、何か、その、いいことも思い出すんじゃないかと思って。で、その平成9年のリニューアル以降初めての、荒川遊園地多分、入って。そしたらあまりに綺麗になっちゃってるし、その、大勢人がいるってこと自体がもう俺の中でもう違和感しかないから、ね。だってもう誰とも会いたくない時に、ヤギに自分の写真を、幼い頃からの自分の写真を食わせに行ってたところだよ。で、それを誰にも見られないでその儀式が済ませられたところだよ。にもかかわらず、すごい大勢人がいるのと、あともう入り口の向きから敷地のスペースまで変わってるから、ちょっと大きくなったりとかしてるから、なんかもう全然手がかりがないのよ。同じものがほとんどなくて、多分この辺が、この辺にパン売ってるようなスペースがあったような気がするっていうのと、あとあまりにその幼稚園から、高校生ぐらいまでの長きにわたって荒川遊園地を利用してる上にその記憶が薄れ始めてるから、その間のどの荒川遊園地の、要するに幼稚園の時にあった乗り物も、それから、高校生の時あった乗り物もなんかごっちゃになって覚えてるから、さらには体がでかくなってるから、スペースがこう合わないっていうか、全然一致しないから、全然違うとこに来てるみたいになっちゃって、何にも思い出さねえやってなって。で、唯一、真ん中にはかなり老朽化した観覧車だけは多分同じ位置にあって、この観覧車を基準に横に山があったんだけど、その山も、幼稚園の時の思い出だから、くっきり一番くっきり思い出すのは、幼稚園の時の思い出だから、どれぐらいのデカさだったのが、幼稚園の時のスケール感だと、7000メートル級だったんだけれども、おそらく観覧車よりははるかに低かったから、7000メートルはないっていうことだけはわかるんだけれども、その山もなくなってるし、全然わかんないし。で、他にもその、ほぼほぼ、動かない死んだ目をした無数の鶏が薄暗いところから俺を見てた。あの、鶏小屋のあったスペースもわからん。あと、それから、フィクションだけども、俺の思い出が今腹の中に入ってるはずの。今返してほしいんだけど、一枚残らずプリントアウトしてほしいんだけども、あのヤギも、のいたところもヤギもいないっていう状態だから、全然わかんない。で、最終的に歩いては見たものの、なんとなくこの辺が幼稚園の時の運動会をやった広場だったような気がするなっていう感じで、自分の中で、ああ、これこれみたいな一切ないまま、これずっと歩いてきたんだけど、最後の最後に、唯一、その、釣り堀も綺麗になっちゃったんだけどね。で、釣り堀から出口の方に向かうカーブ、釣り堀から普通の池に向かってる、釣り堀と普通の池があって。
で、釣り堀はほとんど釣れない釣り堀だから、今は見てると相当レジャーとして成り立ってるんだが、その釣り堀の池はそのままなの。で、もう一個普通の池があったんだけど、それはもうなくなっちゃってて。で、その池だった、池のヘリだったところを使って、川みたいなのが作ってある、そのヘリの石組みみたいなやつが、あ、これ俺覚えてるってなって。で、その、ヘリのこう曲がり具合を見ながら、右の方を見ると、モンタージュと完全に一致する感じで、まず老朽化した、その、観覧車が見えて、あ、完全一致だってなって。ってことは、もうちょっと後ろ向きに、さらに首をねじると、そこが山のあった位置だ、みたいな。あ、この感じで、山はもうないんだけど、その山もなんとなくオーバーラップできて、こういう感じだって思ってたのに、うーわーって思い出したのが、この角っこのところは、当時はガチョウの溜まり場になってて、汚ねえガチョウの溜まり場になってて、中学校2年生の時に、梶原駅のそばにあった古本屋で買った、世界の変態図鑑っていう本に、この話はちょいちょい登場するんですけどね、僕のこう思い出の中に。世界の変態図鑑っていう、エロ本だと思って買ったらちょっと趣の違う本に、どっかの王様が白鳥の首を使って、うんこをした後の肛門を拭くことが、この上ない快感であると言っているっていう記事を見て、それを友達の近藤くんと一緒に、荒川遊園のガチョウを盗むことができまいかという。で、その、計画をかなり具体的に立て、結局は、そんな、度胸そんなで、そんな、こう、実行には移さず、荒川遊園に行ったことを思い出す。行って、そのエッジのところに溜まってるガチョウを、わーって溜まってるガチョウを、遊園地の釣り堀のその小屋のところに一人人と、入り口のところに一人人がいるぐらいでほぼ管理されてる遊園地だったから、あの二人を上手にやり過ごせば、ガチョウが手に入って、そのどっかの王様の言ってる快感を手に入れることができるんじゃないかっていうことを言いながら、おそらく、お互いのどっちかが、やろうって決めたら、やる寸前まで行ったことを、何十年ぶりかね、すげえ思い出して、なんかそのカーブだけ、そのカーブだけが俺の思い出と合致するところなんだけど、カーブと、そのカーブから、右、15度ぐらい向いたところにある、観覧車と、さらにその、もう10度ぐらい首を傾けたところにあったであろう、山の面影みたいなやつが、うわーって押し寄せてきて、まあ、結果この話は長く僕のラジオを聞いたりとか、僕の書いたものを見てる人だと、その話が転じて、最終的に僕は鳩を捕まえに行くことになるんですけれども、その話には繋がっていくんですけど、その手前の、あの日、近藤くんと一緒に、一旦は、踏み越える寸前まで、行ったなっていう。で、その、結局、良かったと。もうすべて良かったっていう。ね。それを聞いてたね、今聞いてる老紳士の方は、ということは、首の周りにうんこのついたガチョウはいなかったんだね、なんつってにっこり笑うであろう。この、ストーリーなんだけれども、それをすげえ思い出して、あ、意外に、そういう位置関係が分かると、いや、ゲームセンターとは名ばかりのしょぼい、なんつったいのかな、昔のエレメカって、テレビゲーム以前の、ハリボテの、ラジコンのジープぐらいの大きさのジープが真ん中にあって、で、それをさ、ベルトコンベアみたいのに、S の字のコースが書いてあるやつがぐるぐる回ってるところを、ハンドルを操作して、こう、ずっと、なんだかわかんないけど、ドライブしてる気分になるための110円のゲームとかがある、ゲームセンターはこの辺とか。となると、チャボがいた小屋はこの辺みたいな、うわーってなって、うわ、完全復元できたと思って、帰り道の最後の最後に出口のところでパッて見たら、今年の12月で一旦閉めて、完全リニューアルするって書いてあって、うわ、もうそうなったら、やっと俺の今の暗黒の思い出の数々も、なくなってくれると思って、かけらもなくなくなってくれると思って、ほっとしたよ。ジャンク
伊集院光。月曜着伊集院光。深夜のバカ力。祭りってさ、どれぐらいやったらもう伝統的なものっていう風に、こう、認められていくのか。そのイグノーベル賞とかも、ちょっと CM の間調べてみたら、91年ぐらいにできてるらしいんだよね。で、91年ぐらいにできてるってことは、俺がその95年ぐらいに見た賞なんていうのは、割とそのできたばっかりの。単発的なイベントじゃん。まだ4回とか5回しかやってない。単発的なそのイベントの中の一個だったんだなと思うが、でもそれから毎年ずっと続けて、もう2018年でしょ。で、そうするともう伝統的なショーみたいな話じゃんか。そういうんで言うと、そうね、目黒のさんま祭りって、多分、今年も大盛況のうちにみたいになってるけど、自分が落語家ぐらいの頃に始まったと思うんだよね。で、その時に、その落語青年落語家だった俺だから、その、目黒のさんまって話は、世間知らずの殿様が、目黒に、鷹狩りに行った帰りに、その、お腹空いちゃって、庶民の食べ物であるところのさんまを食べて、こんなうめえもんがあるんだ、つって。驚くわけ。それで、城に帰ってから、まあ、サンマ食いたいと。あの時食べたサンマつもが食いたいっつうんだけど、お月の者たちは、お殿様ってのは鯛を食ったりするもんだ。サンマなんていうそういう庶民の食い物を、自分たちの不手際で食わしたなんてことがバレたら、ただ置かれないっていうんで、そのこと内緒内緒みたいな。で、結果、どうしてもサンマ食うってサンマ食うことになるんだけど、調理法がまずくて、その城の中で食ったサンマがあんまうまくないと。それで結果として、お殿様は、その知ったかぶりっていうかその聞いたばかりの生半可な知識で、サンマはなんでこんなまずいんだっつって、ね、この調理法が違うっていうことが原因なのに、なんでこのサンマはどこで買ったのっつったら、日本橋の魚河岸で買ってきましたっつって。いや、サンマは目黒に限るっていう、もともと、本来、目黒で食うもんじゃないのに、お殿様が、目黒で食ったサンマも、もともとは諸説あります。日本橋の貸しで買ったものなのに、そうじゃないことを言っているっていう話だから、目黒でサンマ祭りっておかしくねっていう、その別に、目黒の名物ってわけじゃないのにっていう話だと俺は思ってたから、何これってずっと思ってたんだけど、もう定着なんだろう。もう定着。定着。で、浅草サンバカーニバルとかも、なんでって。当時、自分のその、子供の頃の下町なんていうのは、自分のその荒川遊園の周りのお祭りで、浅草のお祭りの掛け声で、みこしを担いでると、それは浅草の掛け声だろ、つって。何かぶれてんだって怒られるし、その逆もそうだったと思うね。浅草で、よその担ぎ方、しかも同じ都内でも、よその、それは掛け声だろうっつって、こう、怒られたりする感じだったのが、サンバって思ったんだけど、でももうサンバカーニバルもこんだけ長くやれば、定着じゃん。やっぱやりませんってわけにもいかないし、浅草といえばってのの中に、朝顔市、ほおずき市、サンバカーニバルみたいになってるでしょ、もうもはや。あ、そうなんだっていうのが、なんか自分の中であって、で、最近一番驚いたのは、阿波踊りってあるじゃん。阿波踊り、高円寺でやってんじゃん。あれも俺の中で同じ感じで、高円寺で阿波踊りって思ってたんだけど、もはや、日本三大阿波踊りって、ネットで弾くと、徳島、高円寺、越谷って出んの。で、さらに驚いたのが、関東三大阿波踊りってあって、それが、高円寺、越谷、神奈川県の大和って書いてあるんだね。え、もう何そんなに関東三大って徳島抜きのランキング決めてんのと思って。ただまあなんかずっとやってると、それはそうだってなっちゃうんだねっていう、ね。となると今年からソフト99ガラコ祭りって始まるんだ。ガラコがどれだけすごいか。ガラコのガラコです。なんだろう、そこはかとなくエロいのはという。
その、カー用品の CM ってのは、なんでそこはかとなくエロいんだろうっていう、ね。なんかその、僕もどういう祭りなのかはわかりませんけども、ソフト救急ガラコ祭りっていう、そのガラコというものがあるんだということをみんなに知らせようっていう祭りを開催するらしいんだけど、これも何年かと。何十年かな経つと、今年もっていうね。今年もその、関西だからやるのガラコ、そのソフト救急ガラコ祭りは、宝塚であるんだけど、宝塚に秋の訪れをね、告げるソフト救急ガラコ祭りが始まりましたっつって、なるのかなと思って、季語とかに、ガラコ祭りも、季語とかになっていくのかなとか、あとやっぱり、なっちゃねえと。このガラコ祭りが始まった頃から30年ぐらい続けた人がじいさんになった頃には、おそらくもう最近の若いもんのガラコ祭りの、ガラコっぷりがもう全然ダメだっつって、そもそも伝統ってものが分かってないっつって。あともう一個気になるのは、ガラコ祭りは雨天中止なのかどうかっていう。ガラコなのにっていう、そこだけはね。ただこれ皆さんお気づきだと思ってますけど、お気づきだと思いますけど、そんなに興味はないです。響きだけでガラコ祭りって始まるんだっていうだけ、まあ、それだけですから、怒ってる人がいいなら、それはもうどうでもいいです。深夜のバカ力。そういうので言うとさ、鳥人間コンテストとかって、もうもはやテレビの一番組とかそういう話じゃないよね。その、何、航空学科みたいな、人たちとか、大学のああいう人力飛行機みたいな研究会みたいな人たちの中に名門とか出来上がってるし、伝統とか出来上がってるじゃん。ね。で、あとさ、サスケとかさ、サスケに命を懸けた男みたいなのをずっと煽ってきちゃうとさ、もうもはやサスケやめていいのかどうかみたいな感じになるじゃん。それで思ったのが、今回の高校生クイズ、高校生クイズに、東くんかな、東くんかなっていう、東兄弟っていう、去年、ラサールにいて、で、ラサールで出たんだけど、優勝できなくて、で、このラサールから、このクイズで優勝するために、去年優勝した三重の桜ヶ丘高校っていうところに転校したと。わかんねえけど、で、この人多分ね、Q様の高校生クイズ大会も出てると思うんだよね。そのね、Q様の時は、多分、一人が、双子の兄弟なんだけど、一人が、ラサールにいて、もう一人はもうすでにその桜丘高校にいたと思うんだけど、だその間何があったのかわかんないんだけど、もうさ、甲子園の越境とかそういう話じゃないじゃん。甲子園の越境も賛否両論あるけど、途中で転校はなかなかないじゃん。やっぱ大阪遠いんでって多分ルールとかもあると思うね。その転校して、1年間はどこどこの許可がないと出れないみたいなのもあると思うんだけど、すげえなと思って、そんなことになってるの高校生クイズ。で、なんか聞くとこによるとラサール、まあ、もう誰もが知ってるラサールじゃん。偏差値70、もう偏差値のつく限り一番高いみたいな学校じゃんか。に対して、その新しく入った方の高校は全然その偏差値的には、そんなでもないような学校だって聞いたりとかして、そんなことあるみたいな。で、そんな中でルールとかすごい変わるじゃん。その高校生クイズって、かなりその難しい、世の中のクイズの流行りが難解なクイズが流行りの時は、すげえ難解なクイズにしたのが、今回からはチームワークがみたいな、ゲーム性みたいのを持たせますよみたいになってくじゃん。どうなのみたいな。もうもはや一番組の話じゃなくなってる。なんかちょっと怖えっていうかね、なんか覚悟いるなみたいな。
だ、もともとそのラサールでも優秀な子だから、どこ行こうがいいんだろうね、おそらく。どこ行こうが、別に、その、ああ、どこでも最終的に京大とか最終的に東大とかに関してはもう大丈夫なんで、みたいなことなんだろうね。足立新田高校中退、しかも俺の時期のね、俺の頃の足立新田高校中退が心配するほどのことはないんだと思うんだけど、そう考えると甲子園とかも第一回とかは変な感じで見られてたのかね、なんか。え、高校生がみたいな。そんな変なことやんのみたいなことを言われてたんだろうからな。だって俺こないだ聞いた話で、こないだ割とこう雑学好きで、そんなにエッジの効いた雑学もう知ってそうなもんだけど、でもまだまだあんだなと思ったのが、まあ、あとさ、それからさ、よく、そういうんで驚いてると、ツイッターとかで、伊集院は、15年ぐらい前にその話してるよみたいなことを言われるんだけど、してんだから、とぼけてるって言われるんだけど、じゃあ、とぼけてんじゃ腐ってんだってこっちは。こっちはもう腐ってんなら、親の名前とかもたまに忘れちゃうんだから、そうやって考えたらもう全然そういう意味じゃ、もっと心配なことだから、とぼけてるとかじゃないんだけど、だからその今から言う、その最近知った雑学ももしかしたら前知ってたかもしんないけど、新鮮に驚いたやつなんだけど、マトリョーシカってあるじゃん。マトリョーシカってもともと箱根でできたって知ってた？諸説あるけど、マトリョーシカは箱根細工で七福神が次々と入ってるこけしみたいなもん、まあ、こけしとか民芸品で、それをロシアに持ってった超面白いってなって、で、そのロシア風にああいう風に作ってロシアで定着説、あるって聞いてたから、聞いたのこの間。マジかってなって。で、もともとは割とこう、一番最後に祝辞のあの、頭の長いやつ、ジジイの、あの、やつがあって、それ向こう行ってから向こうで流行って、向こうの開けても大統領の感じになってるっていうのを聞いて、うわ、すっげえと思ったんだけど。なんかだからそうやって考えたら別に浅草サンバカーニバルも下手したらもうなんかブラジルの人がサンバに飽きちゃってもういいかなんつってサンバとかなんか腰くねりすぎじゃねえなんてもう腰痛くねえなんてなっちゃってやめちゃって結局のところこっちだけで残るとかもあるんじゃないのもう普通に知れて昔から浅草ですけどみたいなねことあるかもしれないでいて俺らがその越谷にも阿波踊りあんだってよとかヤマトにあんだってよって言ってたらガラスの向こうのミキサーの岡部さんは越谷のサンバカーニバルの会長で阿波踊り、越谷の、に阿波踊りあんだってよって俺たち驚いてたらガラスの向こうの岡部さんは越谷の阿波踊りの会場で派手にすっ転んで、足を35針塗ったらしい何血に染めてんだよそういうことをうかつにやって何年か連続で例えばそういうことそれ今年初めてかもしんない岡部さんがその阿波踊りを撮影しててすっ転んで血だらけで初めてかもしんないけど来年たまたま岡部さんと同い年のおっさんがそれやるとするじゃん3年もやると伝統になるからそうすると越谷の阿波踊りには必ず50男の血を捧げなきゃならないようになるんだよで、そうそう、35にもなんか意味が出てきてってなってくると、40年先のもう嫌がる親父が、階段からもうハンディカム的な大きさの黒いものを持ったまま、突き落とされて血だらけになるっていう祭りになっちゃうんだよ。気をつけないとダメなんだよ。先週あたりからちょいちょいこう話に出てくる赤毛のアン、俺の中で来てる赤毛のアンブームなんだけど、もう喋りたくしょ、赤毛のアンの話から喋りたくてしょうがないんだけど、これ自体が、
NHK でやってる100分で名著っていう番組の10月分なのね。10月のオンエアが始まらないと細かい話ができないわけ。でもまあ触りの部分で言うと番宣にもなるわけだから、Eテレの、赤毛のアンが何が面白いかっていうと、赤毛のアンをきちんと読んだことがなかったのね。で、小学生ぐらいの時に、中学生ぐらいかな。小学生ぐらいの時だと思うんで、その赤毛のアンが名作劇場みたいでやってたんだけど、なんか、それまでこうファミリー路線でやってたのが、スポンサーが多分変わったんだと思うんだよね。ちょっと女の小物が増えたのよ、名作劇場って、急に。その、ハイジとかやったわけで、女の小物が増えて、フランダースの犬、ハイジ、あのあたりから。で、小公女セーラとか、なって。で、俺、姉貴と、その、憎しみ合ってたから、今、未だに憎しみ合ってるから、だから、その、姉貴が好きなやつだから見たくないみたいなことになり、赤毛のアンは離れてて。その後ね、トム・ソーヤの冒険がその後戻ってきたあたりでまた戻ってくるんだけど。で、なんか、俺のイメージでは赤毛のアンはこましゃくれた、口数の多い女の子が、なんかこう、もらわれてきて、いろいろする。ね、七点抜刀するみたいな、そういう話だったと思うんだけど、七点抜刀じゃねえな。七点抜刀じゃない多分四文字熟語だと思うんだけど、その、ダメだ、四文字熟語が全然出てこない。迷路会計しか出てこない。で、その、話だっていう先入観があったんだけど、赤毛のアンを見たら、その一番最初の本当に入り口の話は、なんか、じいさんとばあさんの姉妹が、兄のじじいと、兄の割とコミュニケーション能力ゼロ。割と引きこもりだけど農作業だけしてるじいさんと、それからあと、多分この人は真面目すぎて、あんまり、人とまたうまくいってない妹の、老人二人が、孤児院から男の子をもらって、自分たちも年取ってきて、いろいろその、農作業にも支障をきたし始めてるし、孤児院から男の子をもらうっていう算段をつけてたのに、いざ迎えに行ったら、女の子が来てたと。さあどうしようみたいな。で、この女の子を、クレームを言って返そうと思うんだけど、いざ話してみたら、悪い奴じゃないから、しばらくうちに、置いておこうみたいな話になるわけ。で、そうするとなんか変にこの子が、好奇心旺盛で想像力豊かで、で、大人びた口調で喋り、ちょっとおかしなやつだから、そいつが巻き起こす、その、迷路会計でも、ない、やつ、ね、の話、ね、名教止水でもない話です。ね、それが、メインの話なんだけどさ、セリフが、いちいちすげえ悲しくて、なんか、お友達できるの巻みたいなのがあるわけ。初めてお友達ができましたと、この、新しくもらわれてきた街で、お友達ができましたっていうところのセリフが、私の今までの最初のお友達は、最初にもらわれていった家にあった、本棚にはまってたガラスに映った自分に、吉田っていう名前をつけて、仲良くしてたやつだと。それで、そこで放り出されて、次のところにもらわれていくときに、その本棚を持っていけなかったから、今どうしてんのかわからないと。で、次のお友達は、次にもらわれていたところの、近くにある谷がすごい小玉をする谷で、そこでこう喋ると帰ってくる小玉を、友達ということにして、いつもいろんなお話をしてましたと。だけど、ここを離れることになったときに、もう本当に二人で泣いたと。これで次にお友達ができたから嬉しいって話をすごい明るくすんのね。超泣けない。お前どんな暮らししてきてんだよ今。っていう、もうこれが本当の入り口。もう全然入り口の話で。お前やばいよめちゃ。で、それがずっと明るい口調でずっと繰り返されるから、もう読んでると泣いちゃうんだ。なんかその赤毛のアンを。でも、その、これから先の話は、一月にわたってオンエアされる、解説付きでオンエアされる話で、もう取り終わったんで、俺はこれを読み始めてるわけ。で、すごい面白いなって思ってんだけど、あんまり早く読み進めちゃうと、
収録日を追い越しちゃうと、これは全然役割が違うから、その100分で名著っていう番組は、読んだことのない俺が、それをおすすめする人と NHK のアナウンサーに教わるっていうことで、俺は、いわば職務として読んじゃいけないところだから、その4夜あるうちの2夜の収録が終わった時点で、全部は読んじゃいけないわけですよ。その2夜分までで解説されたとこまでしか読んじゃいけないっていうことになるわけですよ。で、だからその時間調節がすごく難しくて、で、どうしよう、収録前にどうしようってことになり、ここから寄稿が始まるんですけど、今読んでる赤毛のアンのハードカバーの赤毛のアンに、ブックカバーをつけようってことになり。まず一つは赤毛のアンを、もう収録終わったところを全部読みたいんですよ。収録終わったらもうその先はすぐに読みたいんです。ね、だから持ち歩きたいんですけど、やっぱり50のクソデブが赤毛のアン持ってるすげえ恥ずかしくない。何持ってんのって言ったら、今、おそらく、別にエロ本持ってたっていいっす。ね。エロ本持ってても、よほど趣向の変わったエロ本でない限りは、ね。ディルド村じゃなければ、別に、すごい興味あるそのタイトルも。ね。ディルド村でない限りは、別に、多少エロい本持ってたっていいですけど、まあ、2位がターザンっす。恥ずかしいっす。ね。で、赤毛のは1位ぐらいで恥ずかしいから、ブックカバーを、つけたいということになり、で、ついてはすっごいお気に入りの本だったから、ブックカバーのいいのをつけたいんだが、割と俺の買った本が変則的な、その、版の本なんで、いわゆるその、文庫本カバーとして売ってるものや、そのちょっと大きめの、いわゆる定格のサイズのカバーが合わないってなり、ブックカバーを一から作ると。で、さらにはもう、俺はどれだけ今この案が気に入ってるかっていう、俺の案に対する誠意を示すために、和紙を使って作ろう。で、これがまたスタンプラリーをやってる時に、日本橋にすげえ和紙の工房があることを知り、和紙のすごい凝った和紙を売っている、お店があることを知り、日本橋まで1枚3000円する和紙を買いに行き、その1枚3000円する和紙で、赤毛の案のブックカバーを作るという。ね、作業に入るわけです。で、この1枚3000円の和紙に切り損ないとかが許されないから、その、まっすぐ紙を切るための、なんつうの、しかも机に傷をつけないための、割とそういう専門の仕事の人が使うであろう、カッターでも切れない下敷きのプラスチックの、柔らかめのプラスチックの下敷きと、上から挟んで固定する定規がセットになったみたいなやつ。セットになったみたいな。で、しかもその和紙を端から端まで一気に、その大きさの和紙をシューって切んなきゃいけないから、50センチぐらいあるやつを、専門店に買いに行き。で、一から、こういう感じでこの柄がここに合うようにっていう形の裁断をして、で、その和紙の、しかも手触りがいい。本を持ってる時の手触りのいい。和紙のブックカバーを。で、またその、和紙の折り返しのところに綺麗に両面テープを貼ることで、その、取れることもない。で、さらには切り離したところで、専用のしおりを、全く柄の合っているしおりを作りっていうことをやったところで、なんでしょう、もう案がどうでもよくなってしまう。赤毛の案ブームがまた終わりましてですね。まさかのですね。完璧なものができましたよ。その和紙のブックカバー。もう置いた感じが素晴らしい。その、越中和紙っていう。それもこれ富山に旅行に行った時に、その和紙、そこでも和紙の工房を見た時に、越中和紙ってのはなんて素晴らしいんだろうって思った経験も生かし、まあ、その、マス目の柄がついてる。そのマス目の柄の、その、当たる位置とかも、折り返しは、マス目とマス目の間のところに当たりって、まあ、素敵なものが出来上がりましたが、なんでしょうね。それが全部できたところで、もう開かない気がする。なんでしょうね。この話まとめて言うと、気候。基本気候ですね。曲、ソレイユで太陽がいっぱい。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー。
なんかさ、その、ソレイユで太陽がいっぱいっていう、まあまあ、あの、全く曲にこだわりなく大体この番組はかかりますから、あの、アレコードがかかる時以外は、ほぼほぼ僕がかけたいってことはないんで、ディレクターの金子が、TBS ラジオ今月の推薦曲なので、かけなきゃ怒られるぐらいの感じで、伊集院さんこれだけはかけてくださいね、僕が怒られるんですから、うーいっつってかけたんです。だけど結構聞いたら可愛らしい曲で、珍しく、お、この曲可愛いじゃんって思いながら、僕は必ずこういう可愛らしくて、しかもこの感じの曲が流れてくると、まあまあおそらく、期待して顔をチェックしたら、そういう感じのやつだろうって思ったんです。で、その、そういう感じのやつだろうと思って、あの、ネットで画像検索したら超可愛いだよ。意外な、意外な、この感じで、この感じの歌い方で、ソレイユで太陽がいっぱいですなんつって、かけられちゃったら、おそらく、っていう顔してるはずじゃん。全然可愛いでやる。ちょっとびっくり。ちょっとびっくりしましたよ。で、また赤毛のアンのブックカバー話に戻るんだけどさ、そのブックカバーを、赤の格子の中にちょっといろいろこう色の入ってる、その、越中和紙で作って、その赤の、その格子の折り目みたいなと、折り目とかをその正確にする、したいから。まあ、綺麗に折り目に沿って、折られて、ま、模様に沿って折られてるみたいなのもコリーの、折り返しのところの角度まできちんとして、で、そこに、見えない、表からは見えないように、普通にシールとかセロハンテープじゃなくて、両面テープを貼って、きちっとピッと作って、で、そしたら今度、そこにまた、赤の格子模様の和紙を思い浮かべて、和紙の、ハードカバーの本の真ん中のところに、今度白い和紙を、カッターで切るんじゃなくて、エッジを、折り目をつけて、なんつうの、破くっていうか、手で切って、四角い、その、札を作って、そこに筆ペンで、赤毛の案って書いて貼りたいのよ、真ん中に。で、貼ったところで、これ貼っちゃダメなんだって、その要するに赤毛の案なことを隠すために始めた頃だから、赤毛の案って書いちゃったらもうダメじゃんっていうことに気づき、これが表に出ない本になったんですよ。家から出ない本になっちゃったから、新たに赤毛の案を買いまして。で、それ買うときに普通の本屋の、本屋さんのダカバーをしてもらうということで今解決しまして。何なんでしょうね。この感じに必ず俺なるんだよ。必ず、梅ジャムもなったんだよ。梅ジャムもその瓶のラベルっていうのに凝り出したところで、別に梅ジャムどうでもよくなったんだよ。まあ、赤毛の案は、実は未だにどうでもよくはないんだけど、その和紙のカバーをきちんと作った方の赤毛の案に関しては、おそらくもうそういう置物として、すげえよくできたから、もうそういう置物として出来上がっちゃったんで、新たに買い直した方の赤毛の案は、おそらく、しばらく読んでくかな。で、なんだろう。音読外のある本でさ、この謎のまたこの音読っていうのも始まってる。音読外のある本で、今割とさ、その文章って整理整頓されてきちゃってるから、案が言いました。ね。案は言いました。微笑みながら言いました。ね。ペニスのぐるりに見返り美人の切手を貼ったまま寝て起きた時に見返り美人が破けていたら、それはあなたのペニスが一晩のうちに少なくとも一度は土調した証拠よ。括弧閉じ。ね。すると、マリラは言い返します。カウパーで湿ったかもしれないじゃない？必ずしも土壌のせいとは限らないわ。カッコ閉じ。みたいな書き方なんだけど。昔の文章だから、なんかその、カッコで閉じて書いた後に、案はそう言いましたってなってたりとか。要するに途中までどっちが喋ってるかはあまりよくわからん。で、それ自体はそれでいいと思って書いてると思うんだけど。で、途中に、こう、その、じゃあ、おばあさんであるとこのマリラの声で読んでたら、ハトポッポの柄の普通の切手でも、繋がってるやつだったらチンチンのぐるりに負けるわね、なんて。負ける、負けるんじゃないかい？マリラって書いてあった。あ、これマリラじゃねえんだってなったりするわけ。その話が。で、それを音読するときに、
フラットなとこで読みながら、これがどうやらマリラのセリフらしいってなったところで少しずつマリラの声に変えていくみたいなことが、その、音読のテクニカルとしてすげえ楽しいのね。で、びっくりすることにこれで何度も読み返して、なるほど、これは、その、ここまではマリラのセリフだということはわからないが、ここのところで明らかにマリラのセリフの風味を帯びてくるので、だんだんゆっくりとすることで、もともとフラットだったやつを、マリラっぽくしていっていいのねっていう読み替えを誰も聞いてないとこでやっているという。どうこの気持ち悪さ。その、もう引くしかないでしょ。違う違う違う、今んとこ違うっつって。今んとこだと、今んとこ違うっつってやり直してたりするから。それも全然さ、荒川遊園でヤギに少年時代の写真を食わしている行為とそれほど変わってないでしょ。全然。うん。俺も今言ってて引くもん。ジャンク！勝ち抜きカルタ合戦会。あいつの頭はあいうえお、肝心から目が書き抜けこ。村人が変に真面目なことばかり言うのは、納屋に一人頭数百本のディルドを隠している後ろめたさからなのでした。まあ今のがディルド村の音読なんですけどもモンゴメリー作ディルド村もう音読させてもらいましたけれども、まあ赤毛のアンカルタとかも多分あったんだと思うよ。おそらく多分探しは出てくるような気がする。当時はああいう子供名作劇場みたいなみんなカルタになってたから、だからディルド村もカルタにはなってると思いますけどね。さあこのコーナーはですね、毎回2つのテーマのカルタが戦って最終的に生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めます。急にもうディルド村が読みたくなっちゃってなんだろうね、多分これがおそらくさっき言ったようにどんどんぶっ壊れてきてますからね。もともと振り返れば別に、小中学校の時からぶっ壊れてますけども、それがまた顕著に今度、廊下でさらにぶっ壊れてるじゃないですか。これ80にもなると、ディルド村を読んだ思い出みたいので。すげえことになってると思いますけど、まあ、さておき、ディルド村はさておき。ね、ディルド村は地図から消して、ね。漠然と滋賀県にあったということだけの、日本なの。まあまあ、そういうことでカルタが争いますと。で、皆さんの、メール投票で勝ち負けを決めますと。で、対戦するカードは前の週から勝ち抜いてきたカルタと、それからあと、たくさんのテーマ同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタと。で、勝つごとにあ行、か行、か、さ、た、なと進んで負けると予選ブロックに戻る。で、和行まで勝ち抜くとカルタは完成でゴールになりますと。3連敗するとカルタは消滅になっちゃいますよ。で、今週の対戦カードは、まず勝ち抜き中が、TBS テレビの人気番組、オールスター感謝祭で実際にあったと言い張れる名シーンがテーマの、オールスター感謝祭名シーンカルタ。今週は、ハ行のカルタになりますが、なんでしょうね。皆さんがコツを掴んだというか、殻を破ったというか投稿量が増えましたね。要は皆さん気づいたんでしょうね。何でもいいんじゃねえかっていうおそらく何でもいいんじゃねえ。俺オールスター感謝祭をあまり見たことがないから上手にパロディーが書けないみたいなところから、これ何でもいいんじゃねえかっていうことに気づいたんでしょうね。これハ行ですね。対する予選ブロックから登場のチャレンジャーのカルタは、いろんな罰ゲームを考えようというテーマの、罰ゲームカルタ。これはナ行のカルタになります。本日は早速行きましょうかね。こちらからオールスター感謝祭名シーンカルタ。
ペンネーム釧路団は八宝菜ぶっかけ合い相撲でって書いてますか。気づいたね。どうやら気づいたね。一度も見てなくても書けるということに気づいたね。八宝菜ぶっかけ合い相撲で視聴者からのうずらの卵を無駄にするなとのクレームに、決勝戦を前に具材からうずらの卵が忽然と消えたシーン。もう芸能人すら出てこないですからね。一人たりとの、たりとも芸能人を読み込まないというね。これでも実際にあったやつでは、汗かき対決、ただ単に、サウナに、あん時、いわゆるデブタレ系がいっぱい入って、で、番組時間中にどれだけ汗かけるかと。で、書いた分だけ、賞金もらえますっていうゲーム、本当にあったの。本当にあって。で、それを見て、気持ちが、メスシリンダーに入ってる汗が気持ち悪いってことになり、でもそれをとっさの判断で、あ、これ、要するに多分講義ではなくて、画面に映す前にこれ気持ち悪いっていうのにとっさに気づき、そこにその、加藤さんっていうプロデューサーが、バスクリーン買ってこいっつってバスクリーン入れるんだよ。要はその汗の色じゃなくするんだよね。それ見た時に、あ、生でそれ思いつく感じとか、すごいなって思ったよ。あ、俺はあの、八宝菜ぶっかけ合い相撲の時は見てないから。見てないからわかんないですけど。ペンネーム。イエロー軍曹。は、橋田須賀子のおっぱい吸いましょうという企画で。気づいたね。殻を破ったね。角野卓造や岡本信人らが躊躇してなかなか吸えないのに、えなりかずきがチューチュー強く吸っていた。今日僕角野さんに会ってるんで、昼間の番組のゲストが角野さんなのと、あと石井福子さんとも局内でばったり会ってるので、よかった橋田さんと会ってなくて、橋田先生とお会いしてなくてよかったですよ。なんかリアルっていう。ペンネーム爽やか大魔人。はバカ息子と家に落書きされたのは誰、レディーゴーというクイズで、正解が長嶋一茂の家ではなく三田佳子の家だったシーン。旬のやつですよね。今度の10月のやつに出る問題をおそらくリークしてますけどね。ペンネーム七助。は葉っぱが一枚あったとさから始まる絵描き歌で何が描き上がるんでしょうか、レディーゴーという問題で、ハイダ翔子が完成させたそれがものすごくリアルな女性器だったため、慌ててモザイクがかけられたシーン。ねえ、ペンネームイエロー軍曹。は橋本まなみを休憩タイム中にしつこく口説いているクロちゃんを成敗と一言言って、藤岡弘が日本刀で真っ二つにしたシーン。あったんだね。だから最近見てない。だから全部一度も瞬きせずに全部見てる人はそんなシーンはないですって抗議ができますけど、そうじゃないならばあったかもしれないです。ペンネーム爽やか大魔人。はバーニラバニラバーニラ求人バーニラバニラ高収入の曲がしばらく流れ、ではバニラの求人に応募したのは誰でしょう、レディーゴーという問題で、 0.01 秒の速さで正解の坂口安里を押したバイキングの小峠がピリオドチャンピオンになったし。愛だよね。愛ですよね。それはもうすぐ分かっちゃいましたからね。ペンネーム小川のせせらぎ。あ、もう一回言っときますけども、これオールスター感謝祭に実際あったと言い張れる名シーンのカルタですからね。は張本勲をバーチャルで登場させてクイズを出題させようと思ったら、スタジオのコンピューターがバグってそこいら中にバーチャル張本が湧き出してカツ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 言い出し、その中の一体が
ディレクターの私物のパソコン内にあった断密のボディのデータの下半身と合成されていてエロカツだったシーン。エロカツって何？ペンネームウルトラマンから木田太郎は、排気口から出てくる風でスカートがめくれ、見えたパンツに書かれた問題を答える赤坂五丁目プップピドゥです。赤坂五丁目プップピドゥクイズで、出題者の一行のスカートがふわりとめくれたが、肝心のパンツを履くのを忘れて、プリングルスの筒並みの弾痕がバッチリ映ったシーン。あったんだよね。あったんならしょうがないよね。それはもう覚えてんだから。名シーンをね。ペンネームはみ出し仮面。は、裸の対象チームの、塚地くんが手を滑らせて、おにぎりを目の前にいるパパイヤ鈴木の頭上に落としてしまったが、アフロがゆっくりと伸縮を繰り返し、結果何事もなかったかのようにパパイヤ鈴木の中におにぎりが養分として吸い込まれていったし、怖え怖えよ。怒ってあーってあーってなってふさってなって、完全にそのアフロにその衝撃を干渉されちゃったから、パパイヤさんは気づいてないんだよね。それでゆっくりアフロが伸び縮みして中にスーって吸い込まれて、なぜか、パパイヤさんの血糖値が少し上がるっていう、あのシーンですよね。ペンネーム、キャンタマ袋状。は、羽賀健二がローション階段から滑り落ち、おちんちんが野々村誠のアナルにズブリ、勢いそのまま滑り落ちていき、今度は野々村誠のおちんちんが久保田敦のアナルにズブリ、本当の意味でもいいとも青年隊が一つになった。感動のシーン。あったんじゃしょうがない、ね、あったところですからね。ペンネームスズムシ食べた。は、浜崎あゆみがぬるぬる成田空港囲み取材に。なんだよ、また一つアイデアが出たね。ぬるぬるをつけると何でもできるっていう。ぬるぬるさえつけてしまえばいいというね。ぬるぬる成田空港囲み取材に挑戦、あと一歩でゴールというところでガンマイクに顔面を強打、大股開きで倒れたまま動く歩道で運ばれていったシーン。どういうやつなんだ、どういうやつなんだ。だから多分あれずっと動く歩道の上でいっぱい体当たりしてくるリポーターがいるけど、おっきなサングラスかけて半分無視だけど、おっきなサングラスかけてか視界が悪いじゃん。それの上に多分下は動く歩道にヌーヌーがあるから、それでひっくり返って運ばれてっちゃうんだよね、きっとね。あの出国ゲートの方に出国ゲートの方に運ばれてっちゃうんだろうね。ペンネームねじりんぼうはちまき。は、ハンバーグ師匠の股間のフランクフルトはどれ、レディーゴーで、穴ポコから出されたおちんちんに具志堅さんの愛犬グスマンが餌と勘違いしてフランクフルトどころかミートボールまで食いちぎり、断末魔のハンバーグがスタジオに響いたシーン。これもう足立海は当てるっていうね。足立海はあれって当てる、まあ、愛だよね。一時的にも愛があったっていうことがわかりますよね。ペンネーム形状記憶老人。は、ハリウッドザコ市長が新作モノマネ誇張しすぎた島田紳助を披露、東京ゼロさんがジャイアントスイングされていたシーン。そんなにやってねえよっていう、みんなね、そんなにやってねえよっていう。すごい思うんだけどさ、もはや島田紳助さんがいないじゃん。この世の中にいなくなっちゃって、この芸能界にいなくなっちゃってるじゃんか。で、戻ってこないって話になっちゃってるじゃん。で、いてもみんな声高らかにこの話してるじゃん。ね。要するに、あそこで、東京03の3人が、東京03の3人がこっちめられるって話してるじゃん。そうするとさ、あの時にひな壇にいた全員は黙ってたわけじゃん。なんかすごくない？ね、それって、なんかものすごい闇を感じる
話だよねって、ここに完全原稿で読め。完全原稿で読めって書いてあるから。ねえ。言っときますけど、ディルド村から何から全部橋田壽賀子先生が書いてるんですからね。この2時間スペシャルのためにずっと僕はその、だからすごいパラドキシカルなのは、朗読の練習の話も朗読してますからね、ちゃんとね。ペンネーム、金玉院巨大孤児、ピーマンの肉詰め早作り対決のハンデとして、土井善晴には、高木美穂の畑からピーマンをパクるところから始めてもらうことになったが、土井善晴は畑から戻ってこず、いつの間にか高木美穂は泥のついた手に鎌を握りしめて回答席に戻っていたし、他の人はピーマンがあるとこから始まりますけど、プロですから多少ハンデっていうことで、ね。始まり、よーい、スタートって言ったところなんですけども、普通に高木美穂さん帰ってきたんですけどね。うん、随分赤茶色の泥ですね。そういう泥なんで、つってね。ペンネーム鈴虫食べた日、平野レミがぬるぬる階段の上で、ズボラあんかけをぶんまき。これさ、ズボラあんかけずるくない？もう。もうズボラあんかけを思いついた時点でもう勝ちだから。ハヒフヘコで平野レミをチョイスしてズボラあんかけだってなった時点であなたの勝ちだから。ズボラあんかけをぶんまき参加し、ぶんまき参加した上野樹里の邪魔をしていたシーンっていう。布団タンパク質。ピンコを殴れのコーナーで。殻を破ったね。ピンコを殴れのコーナーで、ひとしきり殴ったえなりかずきが、ついでとばかりに、橋田壽賀子もボコり出したし、切れたのかな、ペンネームそろそろ旧姓中山、ファミリー層へのアピールのため、ラテ欄に、ヒカキンの変顔も、と書かれ、CM の前のテーマが流れるところでは必ず、ヒカキンの様々な変顔のドアップが映されたシーン。ありそうじゃねえか。ペンネーム三丁。福田彩乃がぬるぬる怪談ゲームで奮闘している女芸人を見ながら、私はセンスの笑いで勝負をしているし、ルックスもあるから、この汚れ仕事はできないなという顔をしていたシーン。ペンネームおはようゴージャス。プロデューサーにあの手この手を仕掛けて出演を勝ち取ったスパに一回だけ乗ったことがあるグラビアアイドルが少しでもテレビに映ろうと毎回制限時間ギリギリに回答ボタンを押していたが、絶望的な頭と勘の悪さで一回もテレビに映ることはなく、せめてこの日のために母親に借金をしてブルーレイレコーダーを買って、せめてこの日のために親戚に借金をしてブルーレイレコーダーを買って録画してくれている病気の母のためにと、ポケットいっぱいに唐揚げを詰め込んでスタジオを後にしたシーン。映ってねえはずじゃん。これは映ってないシーンだから、どうやっても。悲しいし。ペンネーム形状記憶老人、藤井明が口からトランプと一緒に日高屋もりもりクーポンを吐き出したシーン。大自然守る兵、ベッキーが騒動以来初の出演となったが、イメージアップのチャンスとばかりに体当たりでいろんな競技に出場する姿が逆にいたたまれなくなるシーンだった。ぬるぬる出るね。ぬるぬる出るもんね。もう藤原組長にガーン行かれても。ペンネームニエゴヤッパイ、ボリショイサーカスが連れてきたクマが興奮して暴れ出したその刹那、回答席の階段を早手のごとく駆け下りてきた一毛夫妻が一毛義恵が手に持っていたピッケルで、ピッケル一本で葬り去ったし。ペンネーム形状記憶老人、細木和子の占いコーナーでパペットマペットがウッシー&ピョンタに改名させられたし。
ペンネーム形状記憶老人、多分細木和子っていうワードでいくつか出たんだろうね。細木和子が解明しないと地獄に落ちるわよと言って、ユリア陸の陸をお猿に解明したし、モンキッキーで開いたからっていうね。さあ、ということで、全部もあったんだっていうんだからね、うん、訴えるならもうそれぞれの、書いてくれた人、リスナーの人を訴えてください。さあ、じゃあ続いていきます。対するはこちらです。罰ゲームカルタ。さあ、罰ゲームカルタはな行です。実際にやれそうなやつからですね、ぶっ飛んでるやつまで。ペンネーム豆腐小僧、まあ、これやれるパターン。な、納豆のビニールを鼻に貼られる。納豆のビニールなんだろうね、いろいろテクノロジーは変わってるわけじゃん。あの藁とかからもうあの発泡スチロールになったりとかして、で発泡スチロールの溝っこを入れることで水がたまらないとか、いろんなことやってる中で、そろそろあのビニールどうにかなんねえのか。あのビニールの鬱陶しさと豆の何粒か残り方とかって相当なもんだよね。でも今なんかすごいことが起きてて、稲刈りをするコンバインっていうの、稲刈り機っていうの、あれもすごい進歩してるから、大規模農家用の稲刈り機には、あの、切った藁を、さらに粉砕して、こう、畑にぶんまき直すみたいな一連の機能がついてるんだけど、あの藁を全部粉砕しちゃうと、納豆とかに使う藁がなくなっちゃうっていうんで、それを粉砕しないアタッチメントがつき始めた。何この情報、何この本当の情報、何なの、だから何なの、じゃあうちも次からそれ使おうな、何なのね。ペンネームはるみくら、な、波悦子が出ている東華堂のテレビショッピングで次の次に売られる商品を嫌おうなしに買う。あー、結構なお値段のものもあるだろうしね。急にダイヤとかもあるよね。もう次の次のやつよ。だから次のやつでダイヤ出た時にすげえホッとするのに、3本セットが出ちゃった時の、ピストルチョコ。ああ、これちょっと面白いな。な、内藤大輔のサインが飾られているお店を10点見つけるまで帰れません。ああ、なんか、変に街をうろうろしてると、ゾーンがあって、おそらく街ブラで来たんだろうなっていう、延々と全店にちいたけおさんのサインが貼ってあったりとか、このゾーン石塚さん通ったなっていう、石塚さんもちいさんも多分断らずにちゃんとサインする人だから、やたら固まってあるところとかあるけど、内藤大輔さんいい感じだよね。ポジション的にいい感じ。パンチ佐藤さんとの寄せ書きがあるところはおそらくラーメンのお店だと思いますけど。ペンネーム形状記憶老人、な、中島美嘉からビジュアルとカリスマ性を取り除いた女の書く。随分取り除いたね。不健康な感じしか残らないけどね。中島美嘉からビジュアルとカリスマ性を取り除いた女の書く。私は消毒液の海を泳ぐ人魚姫で始まるポエムに絶賛のコメントをつける。ペンネーム田中フクロウ、な、中尾の券売機に1万円を突っ込んでその場を離れ、30分経ったらお釣りを返却を押しに戻ることができる中尾ボランティアの刑。どうですか、新しくあの罰ゲームの名前をつけるっていうパターン。中尾ボランティア。ペンネーム釧路ダンディ、な、懐かれていない連れ子にヒゲをジョリジョリと頬ずりしたらギャン泣きされ、今の妻にあなたと子育てはできないと子供を連れて出て行かれる。これは夜一人ぼっちだった部屋で何の罰ゲームだよっていうやつだよ。いう例えのやつだって、カルタに負けてやる罰ゲームとかじゃねえよ。ペンネームデタラメ人事、な、中野ブロードウェイをドンキの隅の方に埋もれていた 8.6 秒バズーカなりきりセットを着て歩く。あー、今一番きついセット何かね。
ブルゾンセットあるでしょ。ブルゾンセットもあのカツラとあれのブルゾンセットが今いい感じできついのかな。おそらくあのエレキテル連合はもうちょっといいもんね。多分エレキテル連合はもうファッションだよ。新たなレトロファッションとしてもありだから。ペンネーム肉塊な長谷園と呼ばれるようになるまで服の色を赤黄色黒緑のカラーで統一する。長谷園来たぞって言われるまでずーっとあれを着る。ペンネーム横堀周平な中村アンがテレビに出始めの頃に喋っていた風呂にあんまり入らないといったクソどうでもいいエピソードや自分が目立てば何でもいいといった具合に人の話に割り込むといったような愚行を決して風化させないために中村アンが通っているスポーツジムの入り口横に自費で石碑を建てる。入ってきてたよな、こじ開けで入ってきてたよな。ペンネームこんにちは明日に荷物を自転車の前かごに満載した状態で走りながら4センチぐらいの絶妙な段差の歩道に斜めから乗り上げてみる。怖えなあの4センチぐらいのあのとこにさ角度をきちんと持って入れてくのってさ前輪うまく通すのがまず大変なのにそこはさ前かごにすげえものが入ってっからその角度も合わせづらいし角度なるべく鋭角に入れないとダメじゃん。鋭角に入れなきゃなんないのに鋭角に入ると段差がでかいから中の荷物が一回バウンドするみたいなそんなこと考えてて後ろが完全に持ってかれたりするから相当な罰ゲームだな。ペンネームピストルチョコ2ニベアを両手にべったり塗り三本の包丁をジャグリングする。包丁のジャグリングだけで十分もう無理だよ。普通にニベアを片手に持って包丁ちょっと上げてその放り投げて手で取るだけだってもう相当危ないよ。メジリンボー八幡に日本地図でダーツがぶっ刺さったところでうんこするっていう。これは俺は日本地図よりも東京の地図の方が面白いと思うんだよね。東京の地図にダーツを投げてなるべくピンポイントで細かいこと書いてある地図がいいから渋谷の地図にダーツ投げてそこでうんこするって決まりが相当きついと思う。ただ運よくトイレのあるような別に普通に家電量販店とかでうんこできるけどここかタイムズのど真ん中とかに刺さる可能性があるから。ペンネームボールペン返して罰ゲームですよ。このカルタ大会負けたらじゃあこれやってねんですよ。2二世タレント同士の飲み会に参加していた渡辺裕太に劇団旗揚げの夢をコンコンと聞かされるんだって。悪い子じゃなさそうだよ。ねえ。ペンネームチクビーマン2ニート生活をもう15年も支えてくれている両親に明日から俺心入れ替えてハローワークに通いますと宣言し行かない。ペンネームソニックちゃんヌードデッサンのモデルのバイトの直前にバイアグラを服用する。ヌードモデルのデッサンのバイトって俺多分相当額もらってもできないな。これすげえな。チクビーマン沼から這い上がってきた女を抱くって書いてあるんだけど、この沼から這い上がってきて抱いていいっつってる女の素性が怖いんだよ。その沼が汚いとかじゃないのよ。お前なぜ沼にいた、そしてなぜ俺に抱かれていいと思っているっていうことも含めて全部ダメだよね。ペンネーム三丁盗み癖のある同級生と2泊3日の旅行に行く。ペンネームラリホヌーいいわ。ヌー普通難しいのにね。ぬいぐるみや人形を供養してくれる家だという噂を流され全国から大量の日本人形が集まる。地味だけどこれもきついよ。ペンネーム21輪車で年賀状を小学校時代の同級生全員に出す。急にだよ、急
急に絶対噂になると思う。ペンネーム24代目かかしね、練り消しで再現した自分のポコチンをリビングに置いておく。どれぐらいリアルなんだろうな。でも自分が相当器用じゃない限り 3D プリンターのポコチンは分かっちゃうけど、まあまあな出来じゃんそれね。それをこう自宅のリビングに置いたって誰がどういう反応するのかって。ペンネームオンチョロチョロね、ネイティブはそういう言い方しないような口癖の意識高い系女とルームシェアをする。イエロー軍曹、寝ているお母ちゃんのおっぱいを軽く揉む。絶対無理だわ。ペンネームサンチョのノッチの夢、ノッチの嫁に憧れている自称お笑い通に、ノッチの嫁に憧れている自称お笑い通女と合コンをした際、今のところ天丼しないと、とか、今のトーク前半部分の振りが回収できてなくない、などとうるせえことを言われ続ける。さあ、ということで、どっちが勝ったかは皆さんが決めるっちゅうことでございます。メール投票、メールをください。勝ったと思う方のカルタがオールスター感謝祭ならメールの件名の欄に感謝、罰ゲームカルタの場合は件名のとこに罰と書いて、メール本文のとこには住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票一人一回で抽選で3名様にバカ力カードをプレゼントします。メールアドレスは baka@tbs.co.jp、 バカ @tbs.co.jp です。ほんでその曲は、ギャングパレードでキャントストップ。受付開始。さあ、ちょっと短かったけれども、ここで締め切りです。オールスター感謝祭名シーンカルタ329票、そして罰ゲームカルタ僅差です、318票。勝ったのはオールスター感謝祭名シーンカルタ。あー、罰ゲーム3連敗で消滅、よかったけどなー。のっちの嫁あたりすげえ良かったけどなぁ。ということで、勝ったオールスター感謝祭名シーンカルタ、ちょうど覚醒に当たっちゃったからなぁ、は魔行になります。で、罰ゲームカルタ消滅。そして来週のチャレンジャーはこちら、チャーハンカルタ。まあ、ある意味一番難しいと言っても過言じゃない普通のカルタですからね。例題、コグラップさん、コグラップさん、線香が頂上に刺さったチャーハン。なんて悲しいんだろうっていう感じね。それからボールペン返して、スーパー写真塾と長谷園のチャーハンの元で作ったチャーハンさえあれば、何もいらなかったあの頃。リーズナブルな頃だけど、俺にもあったよその頃。ということで、オールスター感謝祭名シーンカルタ、魔行バーサスチャーハンカルタは作業です。皆さん作品を送ってください。罰ゲームカルタ良かったけどなぁ。
沼から這い上がってきた女を抱くっていう。すごいよな。ものすごい罰ゲームだよね。その、一応さ、自分たちで身内でゲームやっててさ、じゃあ罰ゲームは沼から這い上がってきた女を抱くなっていうことになるわけじゃん。それで、じゃあ私ちょっと沼入ってるからっていう女もすごいな。それはそれで、ね。罰、そろそろ勝敗つくでしょうな。ちょっと一回沼入っちゃう。なんだその女って思うけどな。まあ、頑張ってくれた罰ゲーム、消滅ということでございます。まあ、あとはもう時間も時間で、今日もこの後寝るだけだと思いますけど、できればですね、平常時のおちんちんに、切ってですね、ブリティッシュガイアナワンセントブラックオンマゼンダっていう、まあ、手頃な、切手がありますんで、その切手を貼って寝て、で、もし明日起きた時にその切手が破れてるようだったら、おちんちんが立ったってこと。で、ちなみに今のその切手ですけど、9億7000万ぐらいする切手なんで、おちんちんが立たないことをね、絶対立たないことを祈りながらね。で、もしくは、伊集院のこと真に受けて貼っちゃったと思った人は、切手を買い取ってくれるお店に、おちんちんごと持ってって、すいません、これを剥がして、なんならおちんちんごとでいい、ごとで買ってくださいなんつってね、そんな夢見ろよ。とりあえず、和田すは寝ます。ね。赤毛のアンのことを思いながら寝ます。